こんばんは。映画にまつわるゲストをお迎えしてお送りするトークセッションチャンネル、語るシネマです。はい、この語るシネマは映画にまつわるゲストをお迎えしてお酒を飲みながらいろんなお話をお聞きしていくという番組です。マスターを務めますのは、映画館劇場で毎年年間200本、鑑賞を目標にしている映画親父こと私、吉川明俊。そして、はい、今回も連続してアシスタントを務めます高村明です。よろしくお願いします。今回もここ浅草のカフェは稲さんからお送りしております。では早速、第9回目となる、今回のゲストをお迎えしたいのですが、一体どなたでしょう？はい、今回お迎えするならはイラストレーターの高松圭司さんです。改めまして、本日のゲストはイラストレーターの高松圭司さんです。高松さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて高松さん、なかなか世に出てこないと思うんですけども、はい、秋社の中では、高松さん知らないと思うんです、はい、イラストレーター、それからペーパークラフトって言って、うん、紙細工みたいなものなんですか？そうですね。で、切り絵とも違うんですよね。切って折って、うん、半立体にする、うん、そう、立体感がすごい、うん、今 3D 映画ってありますよね、はい、うん、あれの、手で作ってるバージョンって、うん、なるほど。あの見た目はちょっと立体的なんだけど、うん、その後ろがあるわけではないので、うん、半立体なので3D とも言い切れない。なるほど、まあ、でも映画もそうだよ ね、 そうですね。基本的には見た目がちょっと立体に見えるっていうだけなので、うんうん、構図で、それは、それを紙を使って表現してるっていう方法です、うん、そういう風なお仕事もされていて、はい、で本も出されてる、うん、ヒロインヒーローの、なんていうんですか、その衣装の、に特化したシネマクローゼットの著者でもあります、うん。で実は映画好きで、私とこう出会ってから映画の話で盛り上がる方なんですけども、うん、評論家、で有名な川本三郎さんをお互い非常に、はい、敬愛している、間柄、なんですね。その、川本さんとの共通点でいろいろお話を、していただこうということで今日お呼びして、なおかつ、はい、今回映画のメリーゴーラウンドという川本三郎さんの本が出ました、はい、ここに高松さんは、イラストを描かれています。これは、ピアシネマアプリ、あ、そうですね、携帯電話で見れる、うん、アプリ版の、ピアですね、の中の連載です。そこで毎週連載を、各週はい、川本さんが描かれてたものにもイラストを描かれてる。そうですね、だから本にも、うん、基本的には全部収録してないんですよ、うんうんうん、だいたい本書籍化するときに大体3分の1ぐらいかな。あ、そうなんですか、だから全部ではないんですね。それと、アプリ版の方はカラーなんですけど、うん、書籍化の版にしたときはモノクロになってます。ああ、なるほどなるほど。そういう、イラストを描かれてる方、ここの上表紙わかりますか？はい、チャップリンの、うん、何ですか？はい、あれですよね、街の日。あ、街の日、はい、いいイラストですね、という本を出されてる、出された出版記念みたいな形で、今日ありがとうございます、お呼びいたしました。ありがとうございます。で、高松さんと私の中での、まあ、映画の先生みたいな形になる川本三郎さんへの映画愛、川本愛みたいなところをちょっと語っていただきたいんですけども、その前に、はい、高松さんご自身の、はい、ここのイラストレーターになられてなられたきっかけ、キャリア、どういうふうな形で、現在に至ったかをちょっとお話しいただきたい。僕は、専門学校出身で、はい、東洋美術学校というところが卒業なんですね、はい、その専門学校って4年生だったんで、はいはい、4年生の時に、未来空間っていうデザイン事務所でアルバイトし始めて、うん、まあそこがもう社長がその頃秋元良樹という社長が、はい、イラストレーターやってはって、うん、僕はその後を継いだというか、うん、最初見習いで入って、はい、絵描いてると、うん、俺はもうイラストレーターやめるとお前がやれっていう話になって、へーすごいじゃないですか、俺はこれからアートディレクターと呼べって言われて、うん、それから絵の仕事になりましたね、うん、でもその頃からもう週刊現代の、うん、連載を秋元社長からそのまま引き継いだので、うん、
学生時代から講談社の週刊現代には絵を描いてたといえば描いてます。なるほど、うん、でもそれは、アルバイトなので、うん、本格デビューとは言い切れないかもしれない、うんうん、独立されて今の会社を立ち上がった時が、はい、スタートみたいな感じに、そうだよね、うん、そういうふうに考えた方がいいかもしれない、うんうん、それが87年かな、うんうん、にティーボンステーキという会社を作って、うん、でそこはイラストレーションだけの会社で、うん、87年ぐらいだと30かそこらでですよね、そうね、28かぐらいだったかな、うんうん、その秋元社長はもうお前は独立せえって言われて、はい僕言われたまますぐ人間なのでえ会社作るんですかって作れよって言われて、で隣に部屋借りて作りました、うん、でその時は最初は1人だけど結局は最大4人まで、うん、入れたかな、うん、で僕はちょっと仕事をたくさんやるようになったのは、はい、ちょっとバブルの時ホットドッグプレスとかで、はい、ボディコンのお姉ちゃんとかを、うん、死ぬほど書いてまして、あ、そうですか、その時が一番稼げたかもしれない、もう朝から晩までボディコンのお姉ちゃん書いてましたから、うん、もう日本で一番ボディコンのお姉ちゃんがいたんちゃうあの、著者を、イラストを拝見すると、はい、絵のタッチがさっきちょっと見た、うん、町の日のように線で細く描いたやつと、はい、それからシネマクローゼットで描いた、うん、スターの似顔絵みたいな、はい、絵のタッチが全く違う、はい、そうよく聞いてくれましたね、どっちが高松さんなのかっていうの、順番だっていうと、うん、似顔絵描いてたホットドッグプレス時代の流れからそのまんま、はい、シネマクローゼットの絵になってのはあれは第一形態ですね。ああそうなんですか、で第二形態がペーパークラフトですね。ああペーパークラフト。で第三形態が今の、うん、ちょっと線画タッチで、うん、ちょっとラフな感じにして、うん、お年寄りの絵にしました。そういうことなんですか。じゃあ線のタッチの、この、うん、メリーゴーラウンドのイラストが第三形態の、はいはい、第三形態ですね。でもねこれ絵始めたのって、うん、この絵の描き方して多分、うん今から4、5年ぐらい前にやり始めたので、そうなんですよ、そんなに時は経ってないんですよ、うん、で、ええ加減キャリアも結構あるくせに、うん、未だに絵変えるかっていうとこもあるんですけど、うん、なるほど今はちょっとああいう絵ってね、うん、なんていうんですかね、若いやつは描いちゃいけない絵なんですよここにそういう絵、はい、これはね説得力がないから、なるほど、ちょっとうまそうに見せるには、うん、ある程度そのキャリアを積んでいかないと、うん、あこの人ひょっとしたらちゃんと変遷を得てこのような絵になりはったんやなという説得力があるわけですね、なるほど、うん、だから今はちょっと描いててもちょっと楽しいですね、うん、前はちょっとねやっぱり仕事どっかで仕事っぽいなっていうとこは持ってましたから、うんうん、なるほど、うん絵描くの好きなので別にそれは苦ではないんだけど、うん、どっかでまだまだ未完だなっていう感はしてたけど、うん、今描いてて楽しいのは今の絵は描いててすげえ楽しいですね。あきちゃんにですね、はいはい、第一形態と、うん第二形態、はいシネマクローゼットの本今ちょっと今日お持ちになっていただいたので、はいはい、ちょっとお出しいただけますか、はい、ありがとうございます。あなるほど全然違いますね。全然違うでしょ、うん、なんかきちんと描くことしてますよね真面目にというふうなのが第一形態。そう、第一形態ですね、はい、で、もっと見せたいのは第二形態のペーパークラフトというやつなんですけども、はい、第二形態はこれですね。わすごい、すごい。誰ですか。クリント・イーストウッド。さすがにすごいですね。天気をこう当て方で影の形が変わるので、うん、やっぱりこの普通の絵とちょっと違う、うん、これは自分で作ってるって思えないですね。紙ですね、うん、それがでも長持ちするんですよ、うん、多分30年は平気ですね。だから最近打ったりしてます。なるほど。あんまりこう、ライトの強いところだと焼けてしまうところはある。そうね、うん、こういうところだとちょうどいいと思う、うん、あんまりね明るいところじゃない方がいい、うん、ここに飾っとこうかな、なんてね、昔でもねこういうところに飾って、うんはいはいはい、いてた人が、はい、その下に座るのが俺の定位置やつ、うん、結局僕がこれを引き上げたらあれはどこ行ったんだっつって、はい、返せって言われてあいやもう作家さん持って帰ったの、
じゃあ俺が買おうからっつって、うん、あの売りつけました。あ基本的には売らないんですか。え、言われたら売ります。 あの買って買いたいって言われたら売るんですか。売ります。なるほど。もう実は、うん、イーストウッドは、うん、これ初代ですけど、はいはい、3台ぐらい作りましたから。そうですか。じゃあぜひあのこの語るシネマをご覧の方 で欲しい人がいたら、まあ、ぜひ番組まで。基本的にペーパークラフトって一度作っちゃえばプラモデルと同じなので、うん、同じものが作れちゃうんですよ、はいはいはい、あのこういう絵だと、なるほど、まるっきり同じのって絵描くのってちょっと大変なんだけど、うん、ペーパークラフトになるともういっぺんその作ってしまえば、うん、あとは同じことを繰り返せばいいだけなので、でテイストも絶対変わらないし、うん、むしろ2回目の方がちょっとあのうまくいかなかったところをもう分かってるから、うん、2回目の方が完成度が上がる。あ、なるほどなるほど。見れば見るほど細かい、ね、細かいですね。ポイントは、額の、血管ですね。あ、なるほど。はい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 、わかりましたね、はい、すごい方なんですよ。で、その高松さんが、ご覧いただきありがとうございます。カタルシネマではネット限定で T シャツ、トートバッグ、缶バッジなどオリジナルグッズの販売も行っています。カタルシネマ物販部と検索するとアクセスできますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。